はい、中年のダッキーです。いやー暑いですね。ちょっと結構バテバテになっております。今日はあの手でつむ荷物だったんで結構汗かいてバテバテになってます。はい、今日はね約束通り、このこいつね、コニカ C35 の、動画になります。このカメラハードオフでね500円で買ったんですけども、本当に中のモルトがちょっと腐ってたんでモルトを張り替えて、それぐらいしかやってないですね。モルト張り替えて電池を入れ替えて、でちょっと秘密の細工をして、秘密の細工って後で言いますけど、写真撮りました。で連休中、5月の連休中だったんでね、ほとんどやっぱ家族の写真とかになって、作例はあんまり上げれないんですけど、一応ね何例か上げていきます。では今日の動画スタートしていきます。このねコニカ C35 なんですけども、結構ね有名な、レンズが乗っかってます。ヘキサの38mmF2.8、 これね、このレンズ、が載ってるんですけど、このレンズ結構いろんなカメラに載っかってます。まあ、コニカ C35 の、これ一番多分古い C35 でしょ。で、なんかこの同じ形でもね、フラッシュマチックとかなんかいろんな名前で、いろんなカメラになってますし、ほんで、ピッカリコニカってって言われてる、あれもコニカ C35 は C35 なんですけど、コニカ C35EF やったかな。で、ジャスピンコニカとかね、これもコニカ C35AF とか、まあ、いろんなカメラにこのレンズ乗っかってるんですけども、すごく非常にね写りが良いというね、評判のレンズです。で、まあ、単焦点ですからね、どうしたって足で運んで、距離を稼いで写真を撮ることになりますけども、それが苦にならない方はね、もう本当これ1台でね、全部片付くんじゃないかなっていう。で、ピッカリコニカ、ジャスピンコニカも、実はね、ピッカリコニカとかジャスピンコニカの方がたくさん売れてるんで、中古ショップにはいっぱい並んでます。ジャンクショップでもね。で、まあ、そっちでもいいし、そのピッカリコニカ、ジャスピンコニカを買う時の注意点としては、フラッシュにね、炭酸電池を使用してるんで、液漏れがね、あったらフラッシュ使えないんで、この辺注意ですけども、別にね、このコニカ C35、普通のコニカ C35 でもね、これフラッシュマチックって名前ついてないんですけど、フラッシュマチック使えるんですよ、確か。どっかにあったよな。開かなくなっちゃった。これフラッシュマチックないのか、バルブとオート。ねえな。あるわ、やっぱりある。これをどこにするんだったっけ。ガイドナンバーっていうのが書いてあるんですよ。このレンズとかね。で、これを回して、そのガイドナンバーのところに合わすんですけどね。14、28、56。ガイドナンバー142856という表記がありますね。ちょっとフラッシュは使ったことないんで今日は割愛しますけど、多分これフラッシュマチック使えます。で、もしかしたら使えないのかな。それでフラッシュを使わない人は絶対にね、このコニカ C35、ピッカリコニカとかジャスピンコニカよりこっちがいいです。なぜかって言ったらね、ジャスピンコニカは一応オートフォーカスなんですけど、オートフォーカスの精度が合わないときが たまに結構合わないときがある、でピッカリコニカはねゾーンフォーカスなんです。ゾーンフォーカスっていうのは山間でねピント合わせるってやつなんで、こいつはねファインダー内20度でねピント合わせるんでね、確実にピント合わせることができますから、そういう意味ではこいつがいいです。で、とりあえずね、どんな写真が撮れるかっていうね、作例をねちょっと2点ほど上げていきます。はい、ではご覧ください。
これ見ていただけましたでしょうか。これあの恋人の聖地みたいな、やつとか、まあ、これね、高速道路の東名高速道路、旧東名高速道路の浜名湖の、サービスエリア、で撮った写真になりますね。であとあの雲の切れ間からちょこっと富士山が覗っている写真は、これも旧東名高速道路の、富士川サービスエリアから撮った写真になりますけど、まああの見ていただければわかると思うんですけど、あの非常に写りがいいってわかりますかね。はっきり言って本当ね、一眼レフ持ってなくてもこいつ一台でね全然いいと思います。全然いい写真撮れます。でまあここまでは利点を挙げてきましたけど、弱点があります。このカメラね、まあここにね電池入れるんです。で LR44 でぴったり入るんですけど、もともとはね水銀電池だったんですね。で水銀電池は 1.3V で LR44 は 1.5V でね、これ 1.3V のところに 1.5V を入れちゃうんでね、露出がね変わっちゃうんですね。でそれもね厄介なことにアンダーに振るんですよ。で露出をアンダーに振るんで、大体の人がねこのね感度ダイヤルでね、フィルム感度をね、下げてやるんですね。だから100のフィルム入れてたらね、2段アンダーぐらいで、50ぐらいまでするかな、50とか25とかに合わす、400のフィルムだったら100に合わすとか200に合わすとかね、まあ、そんな感じにするんですけど、僕はちょっと違う秘密の対応、今から教えるけど秘密の対応しています。これねファインダー内にね、露出計があるんですよ。でこれでね晴れの日に、だいたい250の F8 ぐらいになるように、ここにね CDS の最高窓があるんですけど、ここマジックで塗ってやるんです。で露出計が、オーバーになりすぎるやったらちょっと削って、まあそれをね何度かトライアンドエラーで繰り返して、今250の F8 になってますけど、そのぐらいになるように合わせる、アーサー100でですよ、アーサー100の時に、250の F8 ぐらいに、なるように設定してやると、そうするとね綺麗に映るようになるんですね。普通の人はねもちろんねフィルム感度のダイヤルで合わせても良いんですけども、なんていうんですか、フィルムを変えるときにちょっと一時考えたりしなきゃいけないんで、それがめんどくさいんで僕はこういう風にやってます。で、これで綺麗に映るようになってます。まあね今日は今日の動画コニカ C35 の、紹介になるんですけども、これ本当にピント合わせだけで、シャッターはねプログラムモードなんで本当に簡単に撮れるんですよ。でレンズもすごくいいですし、見た目もいいです、コンパクトです。でおすすめ度なんですけどね、その電池電池がねこれね水銀電池じゃなかったらぶっちぎりおすすめになりますね。おすすめ度で言ったらねこっちの方が実は上です、僕的にはね。これキヤノン、これはねキヤノンのねデートマチックっていうのになるんですけど、これがね 40mm の F2.8 っていうレンズを、ほぼほぼ同じレンズを搭載してます。でこのレンズ搭載しているカメラもいろいろあってね、キャノネット28とかにもね同じレンズ搭載してます。こいつがなんでおすすめかって言ったんで、ね、こいつね水銀電池2本でね、でっかい水銀電池2本でこれ 3V なんですよ。で今ねこれわかるかな、詰め物アルミ箔で詰め物して片一方に LR4 2本を掘り込んでるんですけども、これで 3V なんでね露出計が安定するんですね。どっちかって言ったら僕はこっちをおすすめしますけど、写りも結構いいです。ただコニカ C35 にこだわる、このヘキサノンの38にこだわるっていうんだったらもう十分コニカ C35 もありだと思います。これちょっとねこれにリバーサルを入れて撮るかとかねちらっと考えてちょっと悩んでます。そんな感じで、今日の動画いかがだったでしょうか。コンパクトカメラ最近ちょっとねハマってるんですけども、フィルム代がね何度も話題にしてますけど、フィルム代が高くなってしまってるんで、ちょっとね今まで、今までもやったことあるんですけど、フィルム代が高いっていうことは、ハウカメラの時代が来るかと。もう、実はハウカメラの時代、とっくに終わってるんですけどね。それを置いといて。ハウカメラの時代、もう結構ね、いろいろハウカメラ持ってるんですよ。これね、ペン EE。ペン EE のこれ、初代の後期型。
これペン EE3 ですね。でこれキャノンデミの初期型ですね。で散々最近ツイッターで言ってますけど、これヤシカハーフ17って、今フィルム入れてるのはヤシカハーフ17にフィルム入れて、なんかね、あの露出系がいまいちなんで、ちょっと苦戦してますけど、あのレンズはすごいいいらしいんでね、あのこういうカメラのね、あの動画もアップしていきたいと思います。で、ね、そろそろね、ニコン D100 の写真も撮り揃ってきてるんですけど、ね、ミノルタのね、α9XI よく出てくる、僕の動画によく出てくるミノルタ α9XI で桜とか撮ったねリバーサルがようやく今頃ですけどようやく現像が上がってきたんで、次の動画どうしようかな。多分ね、桜の写真リバーサルと EOS5D で撮った写真、 5D Mark III ね、 5D Mark III で撮った写真と、ソニーの α9X6で、この3台で撮った写真をちょっと比べていこうかなと。で、α9XI の使用したフィルムは、リバーサルでもね、あれですね、ベルビアの100です。本当はね、50の方がディテールもいいし、色もいいんですけど、ちょっとね、ズームレンズやっぱ暗くて50のフィルムはかなり使いにくいんで100のフィルムで撮りました。まあそこそこの写真は撮れてると思いますけどね。その現像上がってきて今スキャンして取り込んでまだしっかり見てないんで、今からチェックなんですけど、次の動画はそんな感じでね、桜の写真カメラ3台取り比べみたいな感じでやっていこうと思います。それでカメラプレゼントの方なんですけどね、今このビデオを録画してる時点でまだ応募総数は15名です。前回のあのキャノン AL1 の時はね、総数最終的に16名だったんですけど、応募期間的にはね、もうトントンになってきてるんで、ニコンのオートフォーカスのカメラ人気ないのか、いいと思いますよ、あの F601。まあ、ぜひ、応募してみてください。まあ、当たるかどうかは分かんないですけど、今のところは15分の1なんでね、相当当たる確率高いんで、送料もかかりませんからね、フィルムもついてますから、電池も入ってますしね、データバックか、日付入れるやつね、クォーツデート、あれの電池もね、交換したばっかりでね、ピンピンに動いてます。まあ、そんな感じで、ぜひぜひね、カメラプレゼントの、方にも応募お願いします。6月15日かなの23時59分59秒で締め切らせていただきます。今日の動画は、以上です。まあね、ハーフカメラでね、いろいろ、撮ったりもね、するんでね、ちょっとね、楽しみも増えてくるかもしれません。ちょっと、俺持ちすぎだろ、カメラって話ですけどね。まあ、それで、今日は、ここまでにしときます。もしね、今日の動画、面白いと思った人、いいなと思った人、いいねボタンを押してください。で、今後もね、いろいろカメラの、動画やっていきますんで、チャンネル登録できればお願いします。それではまた、また次の動画お待ちください。それではまた。